コンピューターグラフィックス、3次元 CG は映画や CM、コンピューターゲームなど映像メディアの至るところに使われ、身近な存在になりましたその描画技術は年々向上し、現実の物体をカメラで撮影したものと区別できないほどのリアリティを実現しています 3次元 CG は映像コンテンツの制作に使われるだけではありません CAD による建築設計や工業製品のデザイン 3D プリンター用モデルのデザインにも3次元 CG が利用されています3次元 CG は AI が活用される時代にあって人間に求められる感性や創造性を表現し無限化する手段になっているのです コンピューターグラフィックス皆さんと一緒に学んでいきますアシスタントの河野美代ですそしてこの授業を担当される浅井先生です主任講師の浅井です先生この授業では三次元コンピューターグラフィックス三次元 CG の構成と描画の仕組みに重点が置かれていてその技術の基本原理を描画例や応用例に沿って わかりやすく説明されていますねはい初めての方でも取り組めると思います3次元 CG の発展の歴史や応用から始まり描画手順、座標変換、3次元形状の作成画像の生成、質感表現など3次元 CG の原理と各種手法そして画像に基づく描画の手法や 照明環境の復元などの応用へと展開します一見するととても難しい内容に感じますが先生から丁寧に解説いただいています3次元 CG の作成や構成、描画については 3D CG ソフトウェアを使って簡単な3次元 CG を作成、描画する実習に取り組みますので理解を深めることができますオンライン授業 コンピューターグラフィックスこの授業では三次元 cg の基本技術を学ぶとともにソフトウェアを使って三次元 cg の作成と描画を実践します河野さん各界のテーマをご紹介いただけますかはいこのオンライン授業は2体科目全15回で構成されています 1> 第1回では3次元 CG の歴史を外観し映画やコンピューターゲームなど3次元 CG を取り巻く状況について学びます第2回では3次元 CG を作成描画するためのソフトウェアについて基本的な使い方を習得します第3回では3次元 CG の描画手順描画における座標変換について学びます 第4回では平面上での変換を例に基本変換とその合成変換について学びます。第5回では3次元 CG を表現する方法を学びます。第6回では3次元形状を2次元画像に変換して絵として描画する手法について学びます。第7回では、 三次元形状の陰影を計算する手法を学びます。第八回では三次元 CG の動きを表現するアニメーションの方法について学びます。第九回では関節光の影響を考慮して照明計算を行う方法について学びます。第十回では三次元形状の表面に 模様や凹凸を表現すする手法について学びます第11回では3次元形状の背後にできる影を生成する手法について学びます。第12回では3次元形状の表面に入射した光と出射する光の関係を表現する方法について学びます。第13回では画像に基づいて 三次元形状を構成したり描画したりする手法について学びます。第十四回では実写画像から照明環境を復元し、その照明環境を使って三次元 CG を描画する方法を学びます。第十五回では三次元 CG の描画処理についてハードウェアとソフトウェアの観点から学びます。 第三回以降にはソフトウェアを使って三次元 CG を作成する演習が用意されています三次元形状の作成、修正、色の付け方、描画の方法まで順を追って説明されていますので、ぜひ取り組んでみましょう以上の内容を通して、三次元 CG の構成および 描画の処理理理にに関するるる基本原理をを理解できるようになることを目指しますまた作成したい3次元 CG に対して採用すべき処理や手法を選択できるようになることが一歩進んだ目標です。成績評価は各回に配置された小テストとレポートの代わりになる演習課題によって行われます。 本オンライン授業には、3次元 CG を実際に制作する演習が含まれています。演習で使用するソフトウェアをご自身のパソコンにインストールできていること、パソコンの操作や設定をご自身でできることが履修の条件となります。本オンライン授業で扱うソフトウェアの種類やインストールの仕方は、オンライン授業体験版のウェブページを参照してください。 パソコンに GPU が搭載されていると、快適に作業できます。河野さん、実際に受講してみていかがでしたかはい。専門用語も多いんですが、3D CG の基本から応用まで、先生から丁寧に解説いただきましたので、安心して学ぶことができました。オンライン授業コンピューターグラフィックス,ックスぜひ受講し、 一緒に学びましょう。